俺は鉄平は、千葉哲也による日本の漫画及びそれを原作とするテレビアニメ。原作は、週刊少年マガジンにて1973年33号から1980年20号まで連載された。1976年の第7回講談社出版文化小児童漫画部門を受賞。1977年にはテレビアニメ化された。 山奥で育った野生児、上杉鉄平が、父親の実家である上杉家や、学園で巻き起こす騒動を描いた作品。作者の千葉にとっては、ハリスの旋風以来の学園漫画となり、両作品とも型破りな主人公が騒動を巻き起こす。展開は、共通するが、ハリスの旋風の主人公、石田邦松が、多種多様なスポーツに挑戦するのに対し、本作の主人公、 鉄平は剣道のみに挑戦する。これについて、千葉は全体を読めば確かに剣道漫画なんですけど、最初の方は剣道の毛の字もない。ただ、野生児を描こうと思っていただけですと語っている。また、野生児を題材として選んだ理由については、塾が良いの時間に追われて、友達との遊びもままならない、東京近郊の子供たちを憂い、まずいなぁ。 こういう子が大人になったらどうなるんだろうなぁという気持ちからだとしている。単行本は、週刊少年マガジン版元の講談社からは、講談社コミックス版、全31巻、KC スペシャルのアイド版、全18巻、講談社漫画文庫版、全12巻が発売。他に、法務社から、千葉哲也全集として、全21巻が、集英社から、集英社ホームリミックス版、 全13巻が発売されているが、ホームリミックス版には初期と末期の財宝発掘エピソードが収録されていない。1976年11月から1981年3月にかけて練馬区が発行する広報誌練馬の子供において、鉄平君というタイトルの4コマ漫画を全17回にわたって連載した。本作の主人公、 鉄平が中学生であるのに対し、小学生という設定となっている。本作は、主人公の奔放さに振り回され、それまでの常識を揺さぶられていく周囲の人々の姿をコミカルに描いているが、本作の連載は、塾が良いとテレビの子供が目立つようになった時期にあたり、そうした子供たちへアンチテーゼを示す狙いがあったと見られている。漫画編集者、 白戦車代表取締役社長の鳥、島和彦は最も読みやすい漫画として本作を挙げている。鳥島は、修営者の新人時代、意に反して漫画に関わることになるも、片っ端から漫画を読み漁るうちに本作にたどり着き、なぜこの小回りで、なぜこのアングルなのかを分析しながら繰り返し読んだという。本作の読みやすさについて、鳥島は多分、 手塚治むと比較すると分かりやすいんだよね。一言で言うと、手塚さんの小回りはストーリー展開の理屈に沿ってるけど、千葉哲也のそれは読者の感情に沿ってるんだよと評している。名泉の山奥で父と二人で埋蔵金発掘をしながら育った野生児、上杉鉄平は学校にも行かずに野山で自由奔放に暮らしていた。畑の作物を荒らしたり、 不法生じするダイナマイトで警察署を爆破したりと地元では悪名を轟かせていた神杉親子だが実は12年前から行方知らずとなっていた東京の名家の首都三南房だったのだ。鉄平は父親と共に家へと連れ戻され半ば強制的に入学させられた王林学園では厳格な興奮に馴染めず次々と問題を起こす。その一方、 かつて喧嘩で身につけた剣道で不良たちを帰り討ちにしたり、剣道部首相に勝利するなどの活躍を見せ、一躍学園の有名人となるが、成績不振と素行不良を理由に王林を退学させられる。その後、猛勉強の末に編入した剣道の名門、東大寺学園では、練習試合で先輩たちとの激闘を制し、さらには、 関東大会の中学生の部で団体戦、個人戦を両制覇するという大快挙を成し遂げた。しかし、学園の裏山を全焼させるという大事件を起こして、停学処分となってしまった鉄平は、近親中の家から飛び出し、名泉の山で、父や仲間たちと共に、再び埋蔵金発掘をするのだった。 1977年9月12日から1978年3月27日まで、フジテレビ系列局で放送。日本アニメーションとフジテレビの共同制作。全28話。日本アニメーションがクレジットされているが、実制作は、新鋭動画が担当している。KC 版の単行本題発刊までのストーリーで構成され、原作にはないエピソードや、 オリジナルキャラクターが多数追加されている。人気漫画のアニメ化となったが、視聴率は低迷し、28話で終了となった。2014年9月26日に、TC エンタテインメントから本作を収録した、思い出のアニメライブラリー第25週俺は、鉄平 DVD、ボックス、デジタルリマスター版が発売された。サウンドトラックは、2015年4月29日に、 日本コロンビアから、俺は、鉄平オリジナルサウンドトラックが発売された。ありがとうございます。